ヘルムート・フォン・パン・ビッツは第一次世界大戦及び第二次世界大戦のドイツ軍人、騎兵家。第二次世界大戦では国防軍中将第 15SS コサック騎兵軍団長を務めた。戦後、1947年にモスクワで戦争犯罪の角で処刑された。1996年4月に軍事検察官によって名誉回復がなされたが、 2001年6月に名誉回復が取り消された。パンビッツはプロイセン王国の貴族の家系でシレジアにあった父の所領、ボトザノビッツに生まれた。彼の記事は現在はポーランド領であるが、当時はドクロ国境地帯であった。彼の家系はラウジッツのパンビッツ村に起源を持ち、14世紀から16世紀にかけてはグラッツの白白白であった。 12歳で、リークニッツ近郊バールシュタットのプロイセン王国士官学校に入学し、その後リヒターフェルデの士官学校本校に移った。第一次世界大戦の勃発前であったが、彼はロシア帝国との国境の街で催されたコサックの演じに強い興味を抱いた。士官候補生であった時に第一次世界大戦が勃発し、彼は義勇兵としてドイツ帝国陸軍第一。 やりきょ連隊に配属された。当時16歳の彼は中尉に任官され、戦闘における勇敢さから同年中には二級鉄十字章を受章した。戦後すぐにドイツ義勇軍に参加し、シレジアでのポーランド分離主義者らとの抗争やカップ一揆に参加した。ブレスラウで社会民主主義者ベルンハルトショートレンダーを殺害した容疑で指名手配されたため、ポーランドに逃亡した。 偽名を使って黒い国防軍のリーダーとなり、多数の裏切り者殺しに関与したが、キュストリン一騎が失敗すると、再びポーランドに逃亡した。ハンガリーに一年潜伏した後、1926年にポーランドに戻り、ワルシャワ近郊のムーフフにあった、ラジビウ公爵夫人の屋敷の農場を管理人として生活していた。1931年に恩赦が与えられると、 パンビッツはドイツに帰国し、1935年には、騎兵隊員として、ドイツ陸軍に復帰、アンゲルブルクの第二騎兵大隊,隊長となった。1938年には、オーストリア併合に伴って、オーストリアに移り、少佐に、昇進の上で、ウィーン近郊のシュトケラウで編成された第11、騎兵連隊、第二大隊長となった。第二次世界大戦が開戦すると、 彼は第45不評手団第45偵察大隊長としてポーランドを呼びフランスに転戦した。パンビッツは第二次世界大戦でも再び活躍しサイド鉄十字章を受章して略称を得たほか1941年9月には騎士鉄十字章を受章した。さらにその約1年後にスターリングラード工房戦で 南方軍集団に参加していた際に卓越した指揮能力を称して白用が加えられた。パンビッツは、親読的なコサックを組織して1943年4月21日にコサック騎兵旅団を編成した。部隊は、ウクライナとベラルーシで、タイパルチザン戦闘に従事した後、ユーゴスラビアに移動してパルチザンと戦った。セルビアとクロアチアでは、 パンビッツ指揮下のコサック兵らは民間人に対する性的暴行や理不尽な処刑に走った。これはパンビッツの目にも上気を一したものに移り、彼はこれらの残虐行為は規律を乱し軍事的成功を遠ざけるものとして、1943年10月20日に、こういった行為を行った者は死刑に処す、という命令を発した。1943年1月15日に、 ベルリンでパンビッツの白洋付き騎士鉄十字章授与式が開催されたが、この時彼はヒトラーに対して、スラブ人は劣等人種であるとするナジスの公式見解は、戦略的見地からは全く誤っている、と発言した。1944年夏には、旅団が志団規模に改組され、第一コサック師団と第二コサック騎兵師団となった。 さらに1945年2月25日には、各師団が統合されて、第 15SS コサック機兵軍団となった。パンビッツは、部下のコサック兵たちの習慣やロシア政教の信仰を尊重したためコサック兵たちの信望が扱った。終戦前には、彼は、フェルトアタマンに衰退された。終戦直前には、武装親衛隊が、ドイツ軍におけるべての外国人部隊を、 統括していた。帝国戦争博物館のヒムラーファイルには、1944年8月26日に、ヒムラーとパンビッツ、彼の部下 h ジイシュルーツ大佐の会談の記録が残っている。この中で、コサック師団は、コサック軍団に改組され、交代及び補給についての未親衛隊の管理下に置かれることが合意された。しかし、1945年2月1日には、 合意に反して、コサック軍団は、武装新兵隊に移管された。パンビッツは、新兵隊への編入を断固拒否したにもかかわらず、コサック志団は公式に武装新兵隊の一部隊として編入されてしまった。パンビッツは1945年5月11日に、オーストリアのケルンテン州、フェルカー・マルクト近郊で、イギリス第8軍第5軍団の捕虜となった。彼は部下らが、 アルチザンやソ連軍からの報復を受けないで済む、よう、西側連合軍の捕虜になれるようにと、イギリス軍に投降したのだが、すでに5月中旬には、コサック兵ら、ソ連から逃亡したソ連市民は、ソ連に引き渡されることが決まっていた。パンビッツは、ドイツ国民であり、ヤルタ会談での取り決めによれば、ソ連に送還されないはずであった。しかし、5月26日に彼は指揮権を剥奪された。 上、逮捕拘禁された。コサック兵の中には戦中に亡命して、すでにソ連市民でない者も,もいたが、イギリス軍はそういった者も,もお構いなしに、トラックに乗せ、ソ連やパルチザンに引き渡していった。脱走する者も,も多数いたが、パンビッツ以下ドイツ士官は、コサック兵らと運命を共にすることを選び、ユーデンブルクでソ連当局に投降した。パンビッツは、 ソ連軍事法廷において戦争犯罪で有罪とされ、1947年1月16日にモスクワで処刑された。約50年後の1996年4月23日、パンビッツの遺族は彼の名誉回復を願い出た。高等軍事検察官はパンビッツをスターリン時代の抑圧の被害者と認定し、名誉回復を決定した。しかし、 名誉回復手続きの管轄権が裁判で争われた結果、2001年6月28日に名誉回復の決定は取り消され、パンビッツは再び戦争犯罪者の汚名を被むることとなった。ありがとうございます。